バレリア、こんばんは。初見で来てくださる皆さん、どうもありがとうございます。スタートいたします。ご一緒に今日も神様を礼拝できることを心から感謝いたします。一緒に賛美してまいりましょう。Thank you.
Thank you.
その神殿から流れる川は最初くるぶしまでの深さでした。やがて膝までになり腰までになり、そして泳げるものになった。精霊の満たしの豊かさを私たちに表しています。今日皆さんの精霊の満たしはどのレベルですか？くるぶしまで来ている人は、くるぶしはその方向を導く場所です。聖霊様によって今日皆さんの心は、考え方は、生き方は導かれているでしょうか？膝まで来ている人は、膝まずいて祈る、聖霊様に導かれて膝まずいて祈る、そういう生き方です。腰まで来ている人は、腰は力です。聖霊があなたの力となっているでしょうか？自分の瓦礫、自分の力で生きてないでしょうか？聖霊の力で生かせる、やがて泳げるほどになる、圧倒される聖霊の力が私たちをこの1週間また御国に行くまで導いてください。私たちが行くべきところは天国です。それまで私たちは旅人であり、被疑者です。ふるさと、ふるさとに恋したのよ、あなたを救ってた。
あなたの
たえよ願い自分の内面、自分の欲望、自分自身に目を向けるようになりました。自分の魂、また欲望、しかしもう一度、神様、あなたの約束と、一人でイエス・キリストに目を向けます。その名前で、主を求め、願いしたい。ご起立くださいまして、一緒に少しも賛美していきたいと思います。天地の中海で失敗を信じます。一人の私はイエス・キリストを信じます。天地の作り主神を信じます。一人で私やイエス・キリストを主は聖霊の臨在を乙女マリアより生まれ、あなたはあなたの Hallelujah.
お願いいたします。天のお父様、私たちの父であり、私たちの創造者、全知全能なる神様、イエス・キリストのお父様、あなたは今日も私たちを愛していてください。私たちを導いてください。私たちを今も変わることのない喜びで溢れさせてくださることを感謝いたします。今どうぞ私たちを捉えてください。私たちの心がいつもあなたと共にあり、あなたのそばにあり、あなただけを見上げていることができるように、神様、この夕方の礼拝を通し軌道修正させてください。あなたの身元に引き寄せてください。そしてあなたのご臨在を感じ、あなたと一緒に今週スタートできるように、イエス・キリストの名で感謝してお祈りいたします。アメン。皆さん、こんばんは。ご一緒に今日も神様を礼拝できることを感謝したいと思います。暑い一日でしたね。本当にクーラーがなかったら、バテて、熱中症になってしまうんじゃないかというぐらいのですね、今日も暑い日だったなと思います。アメリカのシカゴではですね、約40度になりまして、即日10人がですね、熱中症でしょう、亡くなったということです。まあ、日本でも、毎年この時期、なんで熱中症になるか、慣れてないからなんですね。もうずっと暑い日が続いて、そしてそれにちょっと暑くなるぐらいだったら大丈夫なんですけど、突然暑くなると慣れてない体が、そのようになってしまう。日光浴っていうのは健康にいいんだろうか、肺であり胃なんですね。皮膚には良くない、皮膚がんの可能性がある。でも体にはいいそうです。がんを、正常な細胞にする、そういう効果が日光浴にはあるそうです。で、この、皮膚がんというのはですね、普通私たち、日本に住んでいる限り心配はいらないんですけれど、弱いところに住んでいる人が強いところへ行った場合、大変なことになるということなんですね。私たちいつも神を礼拝している人は、今日のこの礼拝というのがですね、非常に、心地よいものです。でも日中一週間、神様の程遠い生き方をしていますとですね、その賛美と、そして、神様ご自身のその空気の中で、眠くなってしまったり、また葛藤を覚えてしまったり、まあ、そういうこともあるのかもしれませんね。でも、礼拝というのは日曜日だけにあらず、365日なんだ。ウルード氏を入れたら366日礼拝する、これが私たちクリスチャンの生き方です。アメンでしょうか。今日はですね、全てを完了したというメッセージで、皆さんに恵みを分かち合っていきたいと思いますが、全てが終わった。イエス・キリストはそう言って十字架で息を引き取って亡くなりました。イエス・キリストだけがそういう言葉を吐くことができた。今日は全てが完了したこのテーマで3つのメッセージをポイントから学んでみたいと思います。第一には、6日間で世界を作り安息された父なる神。2番目、全てを支払われた子なるイエス・キリスト。3番目、全ての人が救われるまで働いておられる聖霊なる神。この三位一体の神、過去現在未来ともいうことができますけれど、全ては完了したということでご一緒に学びたいと思います。まず第一に、神は6日間で世界を創造された。今日朝来られた方の中にはですね、キリスト教に最初反対だった、でもキリスト教が正しいと分かったときに、クリスチャンになるかという方が、来られておりましたけれど、これはですね、私たちにとって聖典の霹靂、コペルニクス展開的な出来事なんだろう。日本ではですね、進化論が教えられているから、私たちの先祖は猿だったかもしれない、アメーバだったかもしれない。確かにですね、その人の顔を見てると、そうだったかなんて思う人も、いないわけでもないんですけれど、まあ、そこが誘惑だったんですね。ダーウィンはそういう誘惑を感じたそうです。あ、この人はゴリラみたいだな、猿みたいだな、
もしかしたらこの人の先祖はそうだったんじゃないか。いや、そういうの違いない。そうだとしたらこういう仮説が成り立つだろう。そうやって後からですね、いろいろなものをつけていった。で、証拠を見つけた。でもその証拠が捏造だったっていうですね。だから進化論はまだ、証明されてない仮説です。でも聖書は神が6日間で作ったっていうんですね。世界を創造し、そして最後に人を作られた。神が作られたものの中で一番素晴らしいものは後に作られたものです。だから一番最後に作られた人は一番優れている、まあ、そういうことが言えることができるんですね。でも最初は男しかいなかった。アダムしかいなかった。アダムのふさわしい助け、パートナーがいない。アダムを眠らせて外科手術をして油骨一本取って、そしてその骨から女性を作った。一番最後に作られたのは女性なんですね。今日別に女性を喜ばせるために語るわけじゃないんですけれど、おそらく、神様が作ったものの中で男性より女性はより美しく、もしかしたら素晴らしい存在だったかもしれません。車でもそうですよね。今乗っている車よりも新型が出て、来年出てくる車の方がもっといい車が出てくるように、もしかしたら、そうかもしれません。男性と女性を作られた。まあ、この二人がですね、まあ、でもどっちが作れてるか言えないですよね。女性が、蛇に、サタンに騙されて、そして先に、身を食べてしまった。男性を食べてしまった。まあ、同じわけです。その瞬間から人は、悪魔に自分を売り渡してしまった。神を信じる、その存在が、罪を犯して、その瞬間から、今度は、悪魔を神としてしまった。そこから不幸が始まりました。でも皆さん、人間っていうのは、まあ、その罪の話に行く前にまず作られて創造されて、その日にすぐ何があったでしょうか。人間はですね、作られたその後やることは何もありませんでした。神様がね、おいアダム、では手伝ってくれないか。そこに草を生やしたいんだけど、そこに花を咲かせ、そんなこと言えませんでした。最初にやったのが安息でした。皆さん、人間は最後に作られたゆえに、一番最初に行ったことが安息。このことから言えるのは、人間にとって一番必要なのは安息である。第一にすべきことは安息であるということができます。皆さん、こんな教えを教会で聞いたことあったでしょうか。人間の最も大切なことは安息である。今日このことを私は皆さんに伝えます。ある人はですね、6日間働いて疲れたから休む安息、これもいいんです。もう時間の流れの中で、でも一番最初は安息からスタートです。この安息がなければ人は疲れてしまい、そして壊れてしまう。ある人はですね、この安息、教会に来て礼拝をするよりも、ヤッホー、山に登ってですね、綺麗な創造の神様の御業を称えながら、そこで神を礼拝すればいいんだ。ある人はですね、釣りをしながら、これもいいや、神を礼拝することだ。ある人はゴルフをしながら。でも皆さん、これはですね、本当の安息にはなっていません。携帯電話に例えてみるとですね、この、レジャーだとか日曜日、教会以外のもので休む、その休みはですね、電源を切ることと同じです。電源を切るとそれ以上充電は減らない。まあそれだけですね。でも増えない。充電するのはどうしたらいいか。それは教会へ来て神を礼拝する。それが神が定められた安息です。いや、聖書は神が安息されたっていうんです。皆さん、ここで今日、今、神が安息してるんです。皆さん、主日のこの日曜日の礼拝の中で、神がここで安息されている、恐れ多くも、神がここで立ち寄って休んでおられる、そんなことを皆さんは考えたことありますか？神がここで安息し、そして私も神と一緒に安息する。
その時に力の源である神と直結されて、そして充電される、そして満タンになって、また携帯電話を使うことができるように、皆さん日曜日は必ず教会に来て、そして礼拝する。礼拝はしてもいいし、しなくてもいい、来れる時だけというものではなくて、人間にとって必ずしなければいけないこと。なぜならば、人が最初に作られた時に神と一緒にやったのは安息でした。ここからスタートした。なぜ多くの人が今自殺をするんでしょうか。精神病になってしまうんでしょうか。自殺をする人の人数はですね、3万数千人と発表されてますけど、おそらくです、これは警察の、ある人の発表でもありますけど、10万人ぐらいになっているんですね。なんならば、自殺をした人が自殺をしたっていうふうに公表するのは、やめてほしい、悪いけれど、お医者さんに頼むので心臓麻痺にしてくれないか。その死因を隠している。だから、自殺となっているのは3万数、でも10万人は超えているだろう。なぜそれだけ多くの人が日本で1年間自死を、自分の命を絶ってしまうのか。それは安息が足りなかったんじゃないか。神と一緒に休む、レストインザロード、主の中で休む、そして癒されるだけじゃなくて充満され、そしてリフレッシュされて悩みも飛んでいってしまう。皆さん、今大きな悩みになったとしても、この礼拝の中で皆さんの心は変わっていきます。どんな時も大丈夫だ、どんなことがあっても大丈夫だ、明日ああいうことがある、水曜日にこんなことがある、でも大丈夫。なぜ？神が共におられるから。神にある安息はですね、皆さんを回復させ、大丈夫、元気を与え、そして平安を与え、慰めてくださいます。皆さん、どうぞ神と共に日曜日礼拝する、安息する、皆さんとなります。イエス様の皆で祝福いたします。アメン。主がここにおられますので、私たちは主の安息をいただきます。第2番目、全て終わった。イエス・キリストは全てを支払ってくれたお方です。イエス・キリストの十字架の上で語られたその言葉はテテレスタイ、ギリシャ語でテテレスタイという言葉です。これは商人が使う言葉です。あるいは金貸しが使う言葉です。お金を貸した、帰ってきた時のテテレスタイってこう、サインしたんですね。皆さんは、借金をした経験があるでしょうか。住宅ローンだとか、何か、国民金融公庫とかサラ金だとかですね。で、借金した、それを返した時の喜び、これはですね、言いようもないそうです。まあ、皆さんはそれを経験したかどうかはちょっと顔を見てればわかりますけれど、でもですね、支払う、私たちはですね、みんな借金があるものなんですね。それは先ほど話しましたけど、罪の借金です。罪の支払う報酬は死です。私たちは神を離れて悪魔を神としてしまったので、人間はみんな罪の借金を負っている。その借金はどれぐらいなのか。もう何千万年分働いても返せないぐらいの借金です。もう死ぬほかない。でも皆さん、その借金をイエス・キリストは支払ってくれた。これがですね、素晴らしいメッセージなんです。皆さん、嬉しくないですか。全て支払った。まあ、借金したことのない人はこの喜びがですね、でもみんな借金してるんです。私たち今日この神の支払ってくれた恵みを感謝したい。まず第一に、罪の代価を支払った。テテレスタイ、過去にあなたがどんな罪を犯したとしても、どんな悪いことをしたとしても、それを神は許してください。もちろんこの世の中ではその裁きを受ける必要はあります。まあ、今日本の司法に関して私はですね、厳しい面と甘い面と感じています。特に、終身刑がないということに対してはどうなるのか、そういうふうに思います。また故意に人を殺した人に対しては、死刑というものが適用されてもいいんじゃないだろうか。
まあ、宿はあります。でも、冤罪が多い。殺してないかもしれない。死刑に値しないかもしれない。でも、それで殺されてった人が多いだろうと言われています。でも、私たち、そういう刑が、これがこの地上の刑です。でも、その向こうに、神と裁きというのがある。永遠の地獄という裁きがある。みんなそこへ行かなきゃいけない。光のない、永遠に苦しむ場所。でも、皆さん、その裁きが、終わったのです。ハレルヤ。支払ったのです。食事をしていて、ある時お金が足りなくなってしまったことがあります。ある方がいて、払ってくれて、無事に出てくることができました。まあ、そんなちっちゃなことでもですね、嬉しいんですけれど、皆さん、イエス様は全て支払ってくれました。ハレルヤ。皆さんね、悪魔からの攻撃を、全部イエス・キリストは受け切ってくれて、悪魔の攻撃を解放し、聖霊を与えてください。だからイエス・キリストは悪魔の攻撃を一心の上だ。小学校の時、あの虫眼鏡で一点に光を集めて、そして焦がして火をつけるという実験をしたことがあります。イエス・キリストは悪魔のすべての攻撃を一心に引き受けて死なれました。皆さん、イエス様を信じたら、悪魔から解放されます。そして、聖霊の満たしが与えられます。皆さん、聖霊様を愛しますか？第3番目。癒しを与えてください。病の癒し、心の癒しをください。聖書はこう語ります。キリストの打ち傷により、病が癒された。皆さん、90% じゃないです。100% 癒された。イエス・キリストの十字架は、癒しの種でした。そしてイエス・キリストは私たちの呪いと貧しさと苦しみの現状から救い出してください。皆さん、足りないお金、足りないもの、足りない力、イエス・キリストは全部支払って、その貧しさから皆さんを救い出して、そして祝福してください。アブラハムという人は大金持ちでした。豊かでした。そしてアブラハムは与える人でした。アブラハムを通して世界が祝福されました。皆さん、クリスチャンはこういう存在です。私を通して世界が祝福される。神様が直接祝福されるんじゃないんです。私たちを通して世界が祝福される。そのためには私たちから祝福が流れなきゃいけませんね。皆さん、その祝福はイエス様が支払ってくれた。クリスチャンが貧しく清く製品に甘んじる貧しい時、それを感謝する、それも大切。でもクリスチャンの使命は人を祝福されるするために祝福される存在だ。私たちはその祝福をいただきました。ガラティア3章13節から、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。皆さん、祝福されています。そしてイエス・キリストは死に対して徹底でした。死の力に対して打ち滅ぼして、そして復活されました。皆さん、支払ってくれました。死の代価、私たちはやがて復活する、やがてキリストの姿に変えられる。もう私たちを苦しめるすべての力はキリストによって支払われて、もう私たちに縁がなくなったんです。でもなぜ今その苦しみがあるんでしょうか。一つ目の理由はキリストの福音を全部受け取ってないからかもしれません。天国には行ける、でもキリストのすべての祝福を受け取ってない人がいる。癒しの恵みは嫌です。威厳はいりません。あの賜物はいりないです。そうじゃない、皆さん、十字架の恵みをすべて、祝福も癒しも神がくださるものなら全部いただきたい。いただいてください。アメン。そして2番目の苦しみがある理由はですね、私たちを祈るためです。パウロが棘が与えられたように、私たちが
痛みが与えられて膝を固めて神様助けてくださいと祈るために苦しみが与えられています。皆さん、私たちこれはやがて苦しみが喜びに、涙が笑いに変わります。すべてキリストは支払った、そのことを感謝する人はあめでください。アメン。第3番目、すべての人にが救われるためにその日まで働かれる聖霊様。神様はですね、私たちに福音を伝えなさいと言われました。すべての人のために支払われた、すべての人が救われるためにイエス・キリストは命を払った。でもなぜ救われてないんでしょうか。これはその人たちがまだ受け取ってないからです。全世界に出ていて、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。皆さん、この福音伝道こそイエス様の至上命令です。そして今日はですね、エゼキエルの33章の言葉を引用したいと思います。33章の7節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬと言うとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の友のために死ぬ。そして私は彼らの血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の友のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。これはですね、エゼキエルに語られた言葉ですけど、今日のクリスチャンに神は何を語られるでしょうか。もし日本にイエス様を信じなければ滅びる、信じたら天国へ行けるよ、もしあなたがそれを伝えたなら、伝えた人が信じなかったら聞いた人の責任だよ。でももしあなたが語らなかったとしたら、それで滅びたとしたら、その人の血の責任をあなたに問うよ。これはですね、恐ろしいメッセージですね。というか、身の毛がよだつというよりも責任感があります。あなたでしか語れない人がいる。あなたの家族、どうぞ出会う人に、聞いても聞かなくても、救われても救われなくてもいいんです。語ってください。その時に神様は働いてください。そしてですね、神様はどういう、力をくださるんでしょうか。聖霊の力をください。私たちが聖霊に満たされたならば、人を愛する心が湧いてくる。でもしその人がですね、イエス様を信じないで滅びてしまうと知っていて、そのまま無視したとしたらですね、あなたはその人を愛しているとは言えないんですよね。その人に嫌われる、その人にクリスチャンであるということを伝道しないことの方が、もしかしたらあなたの立場はいい立場かもしれません。軽蔑されないかもしれません。でももしあなたが人を愛するなら、聖霊が望むなら、嫌われようと、もしかしたら軽蔑されてあなたの立場が不利になったとしても、チャンスを見つけて、その人に福音を伝えるはずです。皆さん、どうぞ今日、このメッセージをチャレンジとして受けて、あなたの周りで救われてない、その人に対してまだ伝道したことがなかったら、どうぞ伝道できるように力をください。聖霊様を助けてくださいと祈ってください。皆さん、私たちの優先順位は伝道なんです。神様の関心はどこにありますか。人が救われてるかどうか、救われてること、これが神様の関心事なんです。乱暴な話をすればですね、皆さんがやってることすべてをほっぽり出してもいい、伝道することに集中してもいいぐらい伝道は大切です。まあ、もちろんそれは、バランスの欠いた話ですから。でも私たちはどうぞ人々に福音を伝える、難しい言葉ではありません。どうやったらいいか、もう一度言います。聖霊と一緒に語る、自分一人でやろうとすると伝道は難しいんです。ペテロはですね、
私は神のために働くって言いました。でもパウロは何て言ったでしょうか。私は神と共に働くって言ったんです。皆さん、神のためにって働く、頑張るところからですね、神と一緒に働く、そういうステージに出ていってください。精霊と共に働く。そうするとですね、精霊様がパートナーになるんですね。まあ、いわば上司です。先輩のパートナー。この方と一緒にレッツゴー、この方と一緒に伝道に行く、この方と一緒に私は高台に登って説教してるんですね。一人でこの、聖書の話をする力ってですね、出てこないんです。2000年も4000年も前の本をですね、私が声を大にして語るのは精霊と共に語るからです。その時に力が与えられ、リバイバルが起こります。マルコ16章20節から公開であります。そこで彼らを出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。この言葉はですね、弟子たちが出て行って福音を伝えた。そうしたら、その語った言葉通りに聖霊が働いて確かなものとされたってことです。罪を悔い改めなさい。そういうふうに語ったらですね、人々は心を刺されて悔い改めました。聖霊を受けなさい。そういうふうに語ったら、人々は聖霊を与えてくださいと進み出てきました。キリストは癒し主ですよって語ったら、聖霊がその言葉と一緒に働いて、人々が癒されたいと願い、病が癒された。皆さん、私たちの責任は語ることです。福音を語ること。そうしたら聖霊はその言葉を通して働かれるのです。これがですね、イエス様と聖霊と一緒に働く方法です。私たちの責任は語ること。聖霊はその言葉を通して働かれる。まあ、私たちがですね、これいくら喋ったとしてもですね、息が出てこなかったら言葉にならないですよね。こう喋ってもね、息が出る。聖霊様は息です。私たちの言葉を通し働かれて、皆さんが罪が許されるイエス様を信じなさいと語ったら、人々はですね、救われるんです。すぐかどうかわかりません。先日、紫スポーツの40周年の、謝恩会に行ってきました。紫スポーツはこの10年間でものすごく成長したそうです。30周年の10年前にもですね、呼ばれて行ってきましたけれど、同じ場所で同じような会でしたけれど、10年20年目までは、ほとんど、大きな成長はなかった。でも20年から成長が始まって、特にこの30年から40年は右肩上がりだったっていうんですね。この10年は振り返ってみると、ものすごい不況であり、大変な時代だった。ピンチがチャンスに変わった。そして売れに売れたっていうんですね。私はこの話を聞いてすごく励まされました。まあ、私のところの教会も10年経ちましたからね。で、あともう一つはですね、20年間は土台作りだった。まあ、私が転身して、進学校行ってから20年になります。ですから、今土台ができて、そしてこれからスタートしてですね、そしてこの日本が救われる、この街が、東京が救われる、そういう時が来る。皆さん、小さな群れと言わないでください。私には力がないと言わないでください。神と一緒にいるならば何でもできる。あのイスラエルを引っ張り出したのはただ一人ですよ。モーセです。その後バトンを受け継いだのはただ一人、ヨシュアです。皆さん、ただ一人が鍵なのです。みんなが力を合わせたら、もちろんそうです、大きな教会になったら、お金がいっぱい入ってきたら、そうかもしれません。でも、皆さん一人で十分です。私一人で十分です。神は一人を用いたならば、それで世界を変えることができる。日本を変えることができる。その秘訣は何でしょうか。聖霊と共に働くってことです。
1たす私は私一人は一人でも私プラス聖霊は無限大です。さあ一緒に聖霊様を求めていきたいと思います。一緒に言ってください。聖霊様を認めます。聖霊様を認めます。歓迎します。迎え入れます。委ねます。一緒に働いてください。一緒に働いてください。アメン。神はその一人をくださったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。皆さん聖霊と共に働いたら皆さんを持ち上げます。加藤さんはホームレスの星となります。上野さんもビジネスに成功して大きな働きをします。皆さんは持ち上げます。その鍵は聖霊と一緒に働くパートナーです。聖霊と一人で行かないでください。必ず聖霊と行ってください。その時に私たちは用いられましょう。その最後まで聖霊は働いてくださる。今日その全てを終わらせてくださる神様に感謝する人、愛する人はアーメンでください。アーメン。お祈りします。天のお父様ありがとうございます。私たちを愛して私たちを用いてくださる神様、あなたに期待します。全てを終わらせてくださる神様、イエス様の皆で感謝して祈ります。アーメン。皆さん一緒に祈ってください。神様は私たちに大きな力をくださいます。神様は今働いておられます。天のお父様、どうぞ一人一人の中で今大きな力を注ぎ続けてください。インターネットで見ておられます、イエス様、マグマリアさん、下の一人を祝福してください。この場所におられる一人、全ての人たちに神様、あなたの力が注がれるように、全ては終わった。今日、とても強い人でも、休まなければ、安息しなければいけません。今日、イエス様と共に、神と共にここで安息して、そして、疲れが癒され、充電され、そして、携帯電話が、充電器の中で、フルパワーになるように、私たちも聖霊に満たされ、この場所を立ち上がれますように。神様、イエス様が十字架の上で全て支払った。欠点でしたいと言われたように、私たちは借金負債、全ての必要が全部与えられ、支払われた。そのことを感謝します。足りないことは一つもありません。1円でさえも足りなくありません。完全に与えられました。そしてこの救いが、この働きが、全ての人に届くまで、私たちは聖霊と共に働きます。一人を、たった一人を神様は用いて世界を変えられたお方。その一人一人は小さい存在でした。パウロもそうです。十二弟子一人一人も小さな存在でした。誰でも小さな存在です。ソロモンも、エリアもエリシャも、ダニエルもエゼキエルも、モーセもヨシアも、アブラハムも、みんな小さな存在。イサクもヤコブも、でも神様はその一人を用いたときに、その世界が、その当時の環境が変えられました。今の日本で期待できるリーダーがいるでしょうか。野田内閣総理大臣を覚えてください。天皇陛下を、皇后様を、神様、皇太子殿下を覚えてください。この国の皇室を、また内閣を、閣僚たちを覚えてください。司法を、芸能界を、教育者たちを、どうぞ神様、いじめを隠蔽する体質があります。神様、どうぞ教育界に新しい風を吹き込み、いじめがなくなる学校になりますように。神様、日本の学校を覚えてください。会社の中にもいじめがあります。神様、どうぞあなたの愛が満ち溢れるように、地域の中にもいじめがあります。民の義がこの地域の世界に、日本に臨むように、神様働いてください。必要が満たされますように。この国は経済がもう圧迫、逼迫しそうな状態です。もう、大変な状態です。野田氏が、仕方なくこの消費税を上げました。神様、でもこれは根本解決になるでしょうか。神様、この国の経済、政治、また教育、道徳、あらゆる領域に神様プレッシャーを立ててください。聖霊と共に働く者を立ててください。そしてこの日本が全て救われるまで、1億3000万人の救いの、その到達する日まで、どうぞクリスチャンが聖霊と共に働くことができる、私たちが働くことができる。私の知り合いでまだ知らない人がいたら、
伝えることができる勇気と知恵を与えてください。チャンスをください、神様。ホームレスたち、また生活を設けている者たち、また外国人たち、子供たちに、青年たちの大人におじいちゃんおばあちゃんみんな伝道できるように神様、力をください。精霊で満たしてください。イエス様、感謝します。私たちの人生、私たちのただ中にあなたの助けが豊かになりますように。イエスキリストの皆で感謝して賛美して祈りいたします。アメン。神様に感謝の拍手を一緒に捧げたいと思います。それでは皆さん一緒に立ち上がって賛美をいたしましょう。450番、聖歌、どうぞ開いてくださって一緒に、賛美をしながら、そして、用意されてきたものを捧げたいと思います。何故に神は語
私が信頼する主は、私が委ねる体とこの心、魂を必ず守ってくださると私は確信していますと賛美いたします。神様、あなたは守ってくださる。あなたは全て終わらせてくださった。必要を全て支払ってくださった。神様、ありがとうございます。あなたは今日も生きておられて、私と共におられます。天地を創造された聖霊が、イエスを死者から復活された聖霊が、今私と一緒です。なんという大きな力でしょう、神様。信じる力、愛する力、働く力、生きていく力、神様、今日、聖霊を通してお一人お一人が受け取って、この力とともに、このお方とともに一週間スタートいたします。神様、今週も守って導いてください。そして、神様、私たちの人生を使ってください。エゼキエルの神様が語られたその御言葉のように、私たちはもし語らなければ、そしてその人が滅びたら、その死の責任を問うと言われましたけど、私たちどうぞ問われたくないから伝道するのではなくて、イエスを愛し、イエス様が願っているから、イエスの心を私の心として伝道したい心を持って、私たちこの週間も働きます。教会に人々を連れ、また人々にキリストの愛を伝える、そのような力をください。そして日元の生活を、ビジネス、仕事、勉強、あらゆることを神様一生懸命することができるように力をください。導いてください。元気を与えて、健康を与えてください。イエス様の皆で感謝して献金をお捧げし祈ります。アメン。ただいまから生誕式を行います。イエス様の十字架がテテレスタイと支払って、そして支払い終わって亡くなられたように、全部支払った。今日私たちは頭ではそれ理解しています。でも心の底から、もう支払う必要はないんだ、そういうことをですね、私たちはこの十字架を生産式の中でもう一度体験して、私が喜ぶだけじゃなくて、この喜びを人に伝える。伝道っていうのはキリスト教を教義を伝えることではありません。救われた喜び、神が私にしてくださった良いことをそのまま伝えるんです。神様はこんなに良いことしてくれたよ、私はシンガポール行きましたけど、シンガポール行かなくても伝道できます。聖書全部知らなくても、まあ行ったらいいですよでも、聖書全部知らなくても、イエスの十字架が私のためであった、イエスは私のために蘇ってくれた、それを知ってるだけで私たちは伝道できます。今日そのイエスの愛が一人一人の心の深いところにまで注がれるように祈りたいと思います。天のお父様、この晩と同情数を神様、あなたの定められた生産式として用いてください。私たちは勉強したり、また学んだり、成功すること、それも素晴らしいことですけれど、それ以前に神によって生かされていること、愛されていること、今このままの状態であって、私たちはもっともっと感謝し喜ぶ力を与えてください。私たちの中に不満が、私たちの中に不安が、私たちの中に孤独が、心配が、恐れがあったら、イエス様の愛がそれらの恐れ、孤独、心配を全部溶かして、悲しみを全部溶かして、劣等感も全部溶かして、喜びを持ってこの死をスタートできるように、イエス様の愛が望むように、主イエスキリストの名で感謝してお受けいたします。アメン。
私たちの主イエスキリストは十字架にかかられる前夜パンを取り、感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、私の体です。イエス様の十字架に感謝していただきたいと思います。イエス様は同じように杯を取りこうやりました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を思いなさい。イエス様の血は私のために流されました。契約です。そして私たちは贖われました。いらっしゃっていただきたいと思います。お祈りいたします。歩み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださり感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として目の前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで前に歩ませてください。主イエスキリストの名で感謝してお祈りいたします。アメン。祈りたいと思います。その前に幸せ運べるようにこの歌を一緒に歌いたいと思います。自信もなけない強い言葉を胸に仲間たたたたたの分の毎日を大切に生きてゆく傷ついた日本元の姿に戻そう。何故ある心と明日への希望を胸に響き渡る私の歌、生まれ変わる日本の作られたのは神だけです。あなたは私たちを作りました。私たちのこの構造の神秘、あまりにも複雑で、そしてあなたの愛が注がれたものとして私たち作られ、そしてあなたは私たちをよく知っておられます。
主の一度は必ず安息をしなければいけないこと、神は私たちと今日共にこの場所で安息してください。感謝いたします。必要なすべて罪の代価、死の代価、イエス様十字架で支払ってくださいました。私たちはもはやこの救いに何も加える必要はありません。差し引いてもいけません。イエスの十字架を感謝します。今日イエス様の十字架を通して与えられたすべての福音、すべての祝福を余すことなく、病の癒しも私たちが受け取れるものをすべて与えてください。私たちもすべての領域に、生活の中に、職場の中に、心の深いところにまで、今癒しとあなたの祝福を素直に与えてください。今イエスの名によって、私たちを圧迫する悪魔の力に、ナザレイエスの宮で立ち向かう、今出て行け、悪魔よ出て行け、病を癒されよ、ナザレのイエスの宮で命じる、病を癒されよ、病を癒されよ、病を癒されよ。お父様ありがとうございます。聖霊様ご歓迎いたします。ウェルカムホーリースピリット、ウェルカムホーリーゴースト。私たちのこの深いところ、また私たちと一緒に入れてください。何をするときも聖霊と一緒に、私たちが遊ぶときも聖霊と一緒に、働くときも、食事をするときも、お風呂に入るときも、歩くときも、誰かとお話をするときも、怒ったときも、笑っているときも、悲しいときも、いつも聖霊様と一緒です。天のお父様、私たちを離さないで、私たちを捉えて、聖霊様、私たちをいつも満たしてください。天のお父様、今、一人一人の必要を神様満たしてください。油注いでください。神様、油注いでください。必要な賜物を与えて、神様の働きのために用いてください。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。油注いでください。神様の働きに、ビジネスに、神様、人間関係に、豊かに祝福して、豊かに祝福して用いてくださいますように。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。主の力が豊かに注がれるように、主の力が豊かに注がれますように、イエス様お願いいたします。インターネットで礼拝する方々の上に主の祝福が豊かに注がれることを感謝します。神様、この国のリーダーを、野田首相、閣僚官僚、神様どうぞ、司法界、神様教育界、ハレルヤ、ビジネス、あらゆる人たちの中に、サラリーマンたちの中に、また運転手たちの中に、神様、また作業員たちの中に、またボランティア、警察官、また、自衛官、救急、消防、あらゆる神様、国家公務員、地方公務員、神様、あらゆるバイト、パート、フリーター、神様、すべての人たちの上に、特に弱さを持っている方々の上に、神の助けが注がれるように、主を信じなさい。あなたもあなたの家族も救われます。家族全員救われますよ。友達全員救われますよ。神様、そんな奇跡を私たちを通して行ってくださる主に感謝いたします。今週もあなたと一緒にスタートします。この1週間守り導いてくださる主に感謝し期待し、イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、私の主、thank you.
最後で覚えてるんだよ。
どうもありがとうございます。こんにちは、あのマリアさんとして、あのマリアさんから歓迎いたします。いや、あ、お願いします。これだと、この間これするとそう、あの、撮ってね、どうぞ。はい、どうも。大丈夫です。ありがとうございます。もうそのね、覚えててくれて気持ちだけで嬉しいです。ありがとうございます。そうなんです。じゃあ、お互い祝福する思いを持って、God bless you。God bless you 神の恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体と全ての私は祈ります。勝手にし、
の悪は我らの救い主主イエスキリストの恵み、死なる神の愛、聖霊の親しき御の従愛が添えました会社一同と共に、そのご家族親族一同の上に、インターネットその他メディアで共に礼拝を捧げた方々と共に、今の後も言う限りなくあらんことを、アメン、アメン。愛するイエス様に共に感謝の拍手を捧げたいと思います。アレルヤアレルヤ、ありがとうございました。これで礼拝閉会になります。お世話になってください。これから